CH-53E スーパースタリオンアメリカ海兵隊の CH-53ECH-53E は、シコルスキーエアクラフトディビジョン社が、アメリカ海兵隊の要望によって開発した、重輸送を目的としたヘリコプター。愛称は、スーパースタリオン、スタリオンは、タネボバのイ、e。車内故障は S-80E。 CH-53C スタリオンの改良型で、その後継機として作られたヘリコプターである。CH-53C スタリオンの機体中央部左側に3機目のエンジンを増設した機体である。開発は1971年より開始され、1981年から部隊配備が開始された。エンジンが増設されるとともに、各エンジンの出力向上も図られている。 そのため、ローターのブレード数が6枚から7枚に増え、直径も2メートル拡大された。テール形状も変更され、テールローターは左側に20度傾けられている。積載能力は3万ポンド、吊り下げ能力も3万6千ポンドと、大幅に増加し、ラブ -25 の吊り下げ輸送も可能である。また、空中給油プローブも当初から装備している。 海上自衛隊の MHz-53EMHz-53EC ドラゴンは CH-53E の機体に RH-53D の機雷層海洋装置を組み合わせた派生機である。機体両側に大型のスポンソンを取り付けられているのが CH-53E との大きな違いである。このスポンソンは燃料タンクであり、 燃料搭載量は3倍近くに増加している。この結果、基地から30分進出した先で約4時間以上に渡って、機雷総会を実施することができる。開発は1980年に開始され、翌年に試作機が初飛行している。直総会具 MK105 を栄光する MHz-53E。ありがとうございます。